父さんが死んで一年経つね。俺、明日、またフェブラリーステークスに出るよ。コパのリッキーも、引退しちゃったしな。でも、俺らの兄弟まだ、みんな頑張ってるよ。チャンピオンズカップ見ててくれたかい？そうか。ありがとう、お父さん。俺、明日、頑張ってまた、一着取るからね。見ててくれよな、父さん。はい、ということで、ね。今日も始まりました。競馬予想 TV です。小関圭一の競馬予想 TV でございます。はい。まあ、僕のね、お父さんもですね、中学校2年生の頃にね、死んでね、もうその時ね、ギャン泣きしたんですけどもね、はい。まあね、去年のね、彼の、お父さんが亡くなって、ね、あれ、コパのリッキーもいましたっけね、まあ、ああ、そうだ、もう覚えてるわ、もうね。やっぱりね、父ちゃんがね、ゴールドアリュール、はい、がね、死んじゃってね、コパのリッキーとゴールドドリームが同じね、フェブラリーステークスにね、出てたんですけどもね。なんだっけな、ゴールドアリュールは予想したんですけども、コパのリッキーがね、ちょっとね、ずっこけてしまいましてね。はい。で、結局、取れなかったんですけどもね。でもチャンピオンズカップはもうね、僕はもうゴールドドリームだとずっとね、思っててね。はい。まあ、帝王賞やらですね、ちょっとね、海外、確かね、走っててね、ドバイ、ワールドカップ でいいのかな ちょっとね、で、海外行ってね、やっぱり調子狂うお馬さんもね、たくさんいるんでね、どうかなと思ったんですけどもね、チャンピオンズカップで復活してですね、はい。まあ、そのね、週はちょっとね、僕もね、ちょっとこれがね、はい、良くなりましてですね。あれだったんですけどもね、まあ、今回も、はい、フェブラディステークスは、まあ、彼で行くと、はい、いうことで、まあ、決まりました。はい。こんな感じでございます。2月18日、第35回、フェブラリーステークス G1、今年最初の中央競馬の G1 レースということでですね、ダート1600、東京11レースから始まります。はい。まあ、14番ゴールドドリームで、10番テイムジンソクで、相変わらず15番ベストウォーリアを押してみたいと思います。はい。まあ、世の中ね、金じゃ、ゴールドドリーム。もうね、やっぱりね、ちょっとね、大金を掴んでですね、何かをやりたい。はい。まあ、その何かっていうのはね、あれですけどもね、まあ、もう言わずもがなでございます。僕ね、ゴールドドリームがね、ちょっとね、好きなんでね、ゴールドドリームから行ってみたいと思います。はい。で、あと、ベストウォーリアーかな。これ副賞までですね。多分1着取れないと思います、ベストウォーリアー。3着まで入るのも微妙かもしれないですけど、まあ、一発ということでですね。とりあえず3着。はい。で、あと、なんかね、テイムジンソクですね、調子いいの。ね、ゴールドドリームとチャンピオンズカップね、1、2着ということで。まあ、テイムジンソク1着でゴールドドリーム2着でもいいかなということでですね。まあ、ウマレンワイドで僕勝負しようかなと思ってるんでね。まあ、1番2番人気なんですけどもね。あとは、名将住友化石記念をしてみたんですけど、ダメでした。はい。あと、のんこの夢がね、ちょっとね、いいんじゃねえかということで、はい。まあ、ノンコウの夢もですね、一応2、3着狙いではちょっとね、買ってみようかなと思います。はい。で、あと、穴馬っていうわけじゃないですけどもね、人気になってるんでね、3番人気、サンライズノバもね、同じゴールドアリュール3区なんでね、まあ、もしかしたらっていうのも、はい。で、やっぱり黒船3区より、そのゴールドアリュール3区の方が、
ちょっと上なんじゃねえかと、名将住友もですね、ララベルもですね、あの同じ父ちゃん、はい、なんですけどもね、うん、まあでもね、あのやっぱりダ、僕的にはですね、ダートのレースはですね、前残りが怖いんですよね。で、東京の場合、まあ最後の長い直線でね、途中に坂になってるから、まあどうなるかっていうのがね、ちょっとねあれなんですけどもね、うん、まあそうですね、うん、僕はちょっともうガチガチ勝負で行ってみたいと思います。10番テーム迅速と14番ゴールドドリームということですね。さっきゴールドドリームからね、ちょっとね、メッセージをね、いただいてね。はい。まあ、父ちゃん俺頑張るよと、はい、言ってたんでね。僕もね、ちょっと一番人気でね、まあもうちょっと下がっちゃうかな。2.6 倍、2.5 倍、4倍。はい。明日ですね、ちなみにですね、やっぱりですね、仕事休みになってしまったのでですね、明日ちょっとね、我が町、はい、我が町にある競馬場に行きましてですね、ちょっとね、馬券を購入していきたいんですけどもね、なんか明日、大雪が降るとかって言ってですね、まあ、どうかな、JR 止まんなければ、はい、ですね、行けるんですけどもね、あ、札幌競馬場でございます、はい。まあね、久しぶりのね、外出なんでね。普段あんまりね、外にね、出ないんでね、ちょっとね、明日は足を伸ばしてですね、行ってみたいと思います。はい。はい、じゃあ、とりあえずですね、フェブラリーステークスの予想を終わりたいと思います。ですね、次はですね、小倉で行われます。ですね、小倉大商店の方の、予想動画も上げたいと思いますので、ぜひそちらの方もですね、ご視聴していただけたらと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。まあゴールドドリームですね、世の中金じゃーっていうわけじゃないですけど、でもやっぱりチャンピオンズカップの、まあ、あの時はやっぱりね、ちょっとね、人気がなかったんでね、美味しかったんですけどもね、今回はね、ちょっとまあ人気取っちゃったんでね、まあ、それでもね、これが増えれば、夢は変えると思います。はい、じゃあすいません、ここまでご視聴ありがとうございました。